第2回オールガールズクラシック G126 日初日久留米児玉葵28イコール福岡108期イコールが26日 12R ティアラカップに出走するやっとやっと児玉らしい輝く笑顔が戻った2場所前の玉野で完全優勝はしたがどこかしっくりこなかったサドルとかハンドル周りを師匠藤田賢治に見てもらったら 相当ずれているのが分かったんですレースが終われば自転車を次の開催場所に送るため、微妙にサイズ感が狂っていた。しっくりこなかったバランスも前回の松山3連勝で払拭できた。2月、人生で最悪の時期を迎えた。入った飲食店で食べた生ガキに当たりダウン。胃腸炎で3日間、寝込んだ。だが、大好きな生ガキへの未練は断ち切れず、 良くなってから食べたらまた、当たり悶絶した。最悪でした。治るまで家でじっとしていたら、やる気が起きなくなって、ゴロゴロしているかゲームをしているだけ。本当に引退を考えました。1ヶ月間、家に引きこもり、外にも出なかった。もちろん、自転車にも乗らなかった。それでも勝負師としての本能が黙っていなかった。徐々に戦う気持ちが高ぶり、トレーニングに没頭。 復帰は3月の別府。だが、なまった体は想像以上にひどかった。決勝には進んだが、一勝もできず途方に暮れた。続く、ガールズ競輪コレクション、も最下位に沈んだ。しかし、これで目が覚めた。本腰を入れて練習、競輪に取り組んだ。状態は80から90%。間に合った感じですね、と自信ありげ。自信だけではなく、 大阪で5月にあるイベントの抽選に当たったんです私ついてますねと小玉本来のポジティブな言葉で締めくくった